グループルセラフィムメンバー、桜が華やかなビジュアルを誇った。桜は27日、自身のインスタグラムに散歩というコメントとともに写真を掲載した。公開された写真には、白い T シャツを着たまま近隣へ散歩に出た桜の姿が収められている。桜特有の魅惑的なビジュアルと、ちらりと見えた極細スタイルが視線を引く。一方、桜が所属するルセラフィムは、去る2日に初のミニアルバムフィアレスを発売し、デビュー8日で音楽番組1位を取るなど怪物新人の底力を見せつけている。ウクライナで国際義勇軍に参戦していた YouTuber 伊軍眼帯尉、治療のため韓国に帰国。27日早朝。治療後は警察の事情聴取へ。15日、敵地で特殊偵察任務を指揮していたところ負傷したことが伝えられていた。ケプラは、6月20日カムバックへ。ミュージックビデオ撮影終了。ブラックピンク、エリザベス女王の誕生日を祝うイベントに出席した際の衣装が話題。自走ディオール、ローズ・イブ・サン・ローラン、ジェニー・シャネル、リサ・セリーヌ。ジェニーはVとの熱愛説浮上後初の公の場となった。